皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションはゲームレクリエーションでピンポンたこ焼きです。早速やっていきましょう。さあ始まりました、ピンポンたこ焼きゲーム。実況は不詳、私さくやが担当させていただきます。まずはコースの全体を確認していきましょう。お客様に椅子に腰をかけていただいて、テーブルに向かい合っていただきます。お客様の手元には紙コップの中に入っているピンポン玉が3つ、そして菜箸があります。手元が不自由な方に関してはスプーンでもいいということです。お客様の視線の先には黒い巨大な三角と卵のパック、近くに行って確認してみましょう。巨大な黒い三角の正体は段ボールを半円形にくり抜いてあるものでした。その上にはストレートのペットボトルが乗っています。別角度から見てみましょう。ストレートな炭酸のペットボトルの上の部分ですね、上の部分をピンポン玉の 1.5 倍ぐらいの横幅でであります。その先には卵のパック、卵のパックは横が3、縦が4、3×4 で切って継ぎはぎをしてあります。そしてところどころに見える黒と赤の点、このゾーンには入った場合、通常の何もないところは10点、黒いゾーンは30点、そしてピンクは100点とのことでした。ゲームのルールを説明していきましょう。お客様にはお箸を持っていただき、ピンポン玉をつまんでいただきます。そしてペットボトルの上へこのように入れます。すると卵のパックに入ります。その入ったところが点数になるということです。この3つの玉が入った合計点数がその人の点数になるということです。それでは早速やっていきましょう。さあ1番目のさくや選手が入場してまいりました。やや緊張の面持ちといったところか、今日のゲームのポイントはお箸を使って丸いものをつかむというこの至難の技。時間がかかってしまいますので、制限時間を設けるのもありということでしたが、今日は、3つの玉を全て入れるまで、できるというルールでいくそうです。それでは1つ目の玉スタートします。おっと、無印のポイントに入ってしまったのでこれは10点。そして2投目すかさずいきます。おっと、場外の場合にはもう一度トライすることができます。おっと、黒印に入りました。これは30点ですね。幸先のいいスタートになりました。今合計は40点です。さあ最後の3投目スタートします。おっと、場外、思わせぶりな装置ですね。さあ昨夜選手の3投目スタートします。おーっと、これも30点以上に入りました。なんと合計が70点。今後の選手の点数が気になるところであります。はい、いかがでしたでしょうか。ピンポンたこ焼きという名前にしましたけれども、最近 UFO キャッチャーのゲームで、こういったものがよくあると思います。クレーンでピンポン玉を取ってたこ焼き器の上に落として、そして大当たりのところに玉が入ったら景品をもらえるといったものですね。あれは確率機もありますので、確率の問題で作動しない場合もありますけれども、これについてはお客様のまずお箸を使っていただくことで手指の機能訓練になります。そしてお箸は長ければ長いほど指先の力を必要としますので、その点についても機能訓練の要素を含んでいます。また最初にご紹介がありましたけれども、指先が不自由な方についてはスプーンもご用意ください。一番遠くまで行くはずがないと思うかもしれないですけれども、1投目2投目が手前に落ちた場合、そのピンポン玉の上を3投目が跳ねて遠くに飛ぶということもありますので、結構狙ってもどうにもならないゲームなので、お客様も楽しんでいただけるのではないかなと考えております。よろしければ本当に段ボールっていろんな発注とかで出ると思うんですね。で、卵のパックとペットボトルについてはスタッフとかの
ゴミになるものがあると思うので、それを持参していただければ、特段買う必要がないゲームになりますので、経費的にもかからないですし、お客様も喜んで楽しんでいただけるのではないかなと思います。ぜひ事業所で取り入れてみていただければと思います。今日はゲームレクリエーションでピンポンたこ焼きのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。